私は日本共産党を代表して地方財政計画ほか3法案について菅総理並びに片山総務大臣に質問します。まず地域試験改革です。これまで民主党は地域試験改革を一丁目一番地と言い、自公政権の地方分権改革との違いを強調してきました。ところが民主党政権が昨年提出した第一次の地域試験改革法案の中身は、自公政権下の地方分権改革推進委員会の勧告をそのまま実行するものです。さらに今国会に提出を予定している第二次法案からは地域試験改革の言葉さえ削られています。菅総理、それはなぜですか。名実ともに自公政権の地方分権改革を継続するということではありませんか。政府は国の地方に対する義務付け枠付けを見直すと言います。しかしその中には、憲法に基づく国民の生存権を保障するための国と自治体の義務を見直す内容まで含まれています。例えば保育の最低基準です。待機児童解消のために特例的に保育所の面積基準を条例に委任するとしています。しかし待機児童解消策だからとこれを許せば、自治体が面積基準を引き下げることになるのではありませんか。待機児童の解消というのなら、認可保育所の増設こそが必要です。結局最低基準への国の責任を投げ捨てることになるのではありませんか。障害者分野でも、障害者施設の人員配置や居室面積などの義務規定が自治体任せにされるのではないか。私たち抜きに私たちのことを決めないでという最も大切な当事者参加の原則すら国は保障しないのではないか。大きな不安の声が上がっています。菅内閣の地域試験改革は、あらゆる分野で国のナショナルミニマム保障への責任を投げ捨てることになるのではありませんか。総理の答弁を求めます。次に、地方自治体に対する国の財源保障責任です。菅内閣は昨年6月の財政運営戦略で、国の一般歳出と地方交付税の合計額を今後3年間71兆円以内にする歳出の大枠を決め、地方財源抑制の仕組みを導入しました。来年度の地方財政計画では、社会保障費の自然増を見込んだといいますが、一方で公共サービスを支える一般行政経費を抑え、人件費を大きく削減しています。3年間大枠が固定化されれば、一層の社会保障費の抑制や公務員人件費の削減を地方自治体に強いることになります。総理、今後自治体独自の施策である子どもや障害者への医療費助成などが削減されないと言えるのですか。公務員人件費の削減は住民サービスの後退につながります。民主党政権は地方に行革を押し付けないと言いました。それなのになぜ地方財政計画には職員の順延数値を明記するのですか。国からの定員順延やアウトソーシングの押し付けはやめるべきではありませんか。後継薬法の制定こそ行うべきです。答弁を求めます。片山大臣は、図書館などは指定管理者制度になじまないと述べました。それなら図書館を対象から外すべきです。指定管理者制度の抜本的な見直しを行うべきではありませんか。菅内閣は一括交付金化によって地方の自由度が拡大するといいますが、三位一体改革と同様、地方の財源を減らすことになるのではありませんか。離島など条件不利地域への財源保障は減らすべきではありません。答弁を求めます。最後に、地方税等の滞納者が増加し、自治体による差し押さえ競売件数が増加している問題です。総理、地方税等の滞納者増加の原因をどう認識していますか。構造改革路線による貧困の拡大、三位一体改革の税減以上による低所得者への住民税増税、社会保険料の負担増といった国の施策によって、払いたくても払えない滞納者が増加しているのではありませんか。自治体の徴収現場では深刻な事例が後を絶ちません。サラ金まがしのまがいの脅しや、生活の場の自宅さえ差し押さえ競売して、寒空に住民を放り出すことを自治体が行っているのであります。なぜこうしたことが横行しているのか。それは
国が地方に徴税強化を押し付けているからです。厚労省は国庫料国庫税の収納率を向上させるために市町村が緊急プランを作成するように通知を出し、預貯金給与等の差し押さえを行うことを求めています。この通知後の4年間で差し押さえは2倍以上の18万件となりました。また総務省は積極的な差し押さえや競売で地方税等の徴収率を上げた自治体徴収機構を特別表彰するなど徴税強化を煽ってきたのであります。菅総理、生存権を脅かす徴税強化に自治体を駆り立ててきた国の責任をどう考えますか。この徴税強化を直ちにやめることを強く求め、質問を終わります。塩川哲也議員にお答えを申し上げます。まず地方分権改革との違い等についてのご質問をいただきました。地域主権改革は地域のことは地域に住む住民が責任を持って決められるようにするための改革であり、この国の形を変える大改革だと認識をいたしております。地域主権改革の実現はこの政権の最重要課題の一つであります。現在継続審議となっている地域主権改革関連法案については、鳩山政権の下で出された地方分権改革推進委員会の第三次勧告を受け立案したものです。また今国会に提出を予定している法案については、鳩山政権下の第三次勧告と福田政権下の第一次勧告を受け立案するものもありますが、第一次勧告の内容が民主党政権が目指す地域主権改革の方向性と一致しているためにそのようにしたものであります。今国会に提出する法案の名称はまだ正式に決定はしていませんが、いずれにせよ私が議長を務める地域主権戦略会議を中心に政治主導で改革を強力に進めて、この地域主権改革を実現してまいりたいと考えております。次に義務付け枠付けの見直しについての質問であります。地域主権改革は地域のことは地域に住む住民が責任を持って決められるようにするというものでありますが、事柄によってはナショナルミニマムの観点から国が全国統一の基準等を決めることが適当なものも確かに存在をいたしております。例えば保育所や障害者施設の人員の配置基準等については国で基準を設けた上で都道府県等に条例で定めることとしております。ナショナルミニマムの観点と地域主権改革の観点は対立または分離されるものではなくて、両者のバランスをどのように図っていくかが重要であると、このように認識をいたしております。次に地方の社会保障費についての質問です。平成23年度の地方財政計画においては国の社会保障関係費が増額したことも踏まえつつ、地方単独事業も含め地方の社会保障関係費の増加等を適切に計上し、その財源を確保しているところであります。今後とも地方歳出について国の歳出の取り組みと歩調を合わせつつ、地域の社会福祉サービスの安定的な提供に必要となる地方の財源を適切に確保してまいりたいと考えております。知財計画上の職員順延と公契約法の制定についてのご質問であります。平成23年度の地方財政計画上の職員数については、地方団体が独自に定め公表している定員管理計画における今後の定員順延の取り組みを勘案するなどして定めたものであり、定員順延を地方に押し付けているものではないと承知をいたしております。また公契約の契約先企業における賃金等の労働条件については関係法令を守ることは当然として、その具体的な在り方は当該企業の労使間で自主的に決定されることが原則であります。こうした労働条件の在り方に関しては発注者である国の機関や地方公共団体も含めて
幅広く議論を進めるべきと考えております。一括交付金について質問をいただきました。一括交付金はその使途について地方の自由度を拡大することが目的であり、国の財源の捻出を直接目的とするものではありません。なお平成23年度における一括交付金課5120億については各省から提出された平成23年度要求要望額ベースの約5400億円と比較すると約300億円、約 6% の削減となっており、地方の自由度拡大による効果がこれを超えて期待することができるのではないかと思っております。また一括交付金の配分にあたっては離島など条件不利益地域に配慮した仕組みを設けることといたしております。次に地方税の滞納についてのご質問です。地方税の滞納残高及び毎年新規に発生する滞納額はこの10年間を見ますと上下動いたしております。これは景気の動向等さまざまな要因が影響を及ぼしているものと考えられ、引き続き注視してまいりたいと思っております。最後に地方税や国民健康保険料の徴収についての質問であります。地方税や国民健康保険料については負担の公平の観点から納めることが原則であり、公平かつ適正な徴収が重要であります。一方生活に困窮している方などに対しては地方税については減免や猶予、徴収猶予のほか滞納処分の執行の停止をすることができることとされております。また健康保険、国民健康保険料についても分割納付や減免などの措置を講ずることができることとされております。地方公共団体においては住民個々の状況を踏まえ減免等の措置を講じるなどして適切に徴税が行われるべきものと考えております。残余の質問については関係大臣から答弁をさせます。私の方には指定管理者制度についてのお尋ねでございました。指定管理者制度につきましてはその導入以来幅広く活用されているところでありますが、今日までお触れになったような点も含めてさまざまな課題が生じているところであります。そこで昨年末のことでありますけれども、例えば住民サービスの質、この制度は住民サービスの質の向上がその趣旨であることでありますとか、それから制度の導入にあたってはこれを借地定義に考えるのではなくて自治体の自主性にそもそも委ねられているものであること、そういう趣旨につきまして改めて自治体に対して助言を行ったところであります。でこの度のこの助言を受けてそれぞれの自治体が今後どのように対応していかれるのか、当面その状況等を見守ってまいりたいと考えているところであります。